どうすれば人は幸せになることができるか。アドラー先生の名言を浴びて幸せになりましょう。あくまでも人は変われるを前提に考える。今のあなたが不幸なのは自らの手で不幸であることを選んだから。性格や気質はライフスタイル。例えば私は悲観的な性格だと思い込んでいる人がいたとしましょう。その言葉を私は悲観的な世界観を持っていると言い換えてみましょう。性格という言葉には変えられないものだというニュアンスがあるかもしれません。しかし世界観であれば変容させていくことも可能でしょう。あなたはあなたのライフスタイルを自ら選んだのです。もし自分で選んだものであるのならば再び選び直すことも可能なはずです。あなたが変われないでいるのは自らに対して変わらないという決心を下しているからなのです。つまり人はいろいろと不満があったとしてもこのままの私でいることの方が楽であり安心なのです。幸せになる勇気が足りていないのです。全ての悩みは対人関係の悩み。我々を苦しめるのは客観的な事実ではなく主観的な解釈なのです。私は学歴が低いから成功できないと考えているとすればそれは成功できないのではなく成功したくないのだと考えなければなりません。もしも自慢する人がいるとすればそれは劣等感を感じているからに過ぎない。もし本当に自信を持っていたら自慢などしません。劣等感が強いからこそ自慢するのです。得意なパターンが不幸自慢。不幸であることによって特別であろうとし不幸であるという一点において人の上に立とうとします。自らの不幸を武器に相手を支配しようとする。周囲の人を心配させ行動を束縛して支配する。引きこもりの方々はしばしば不幸を武器にした優越感に浸ります。アドラーは弱さは非常に強くて権力があると指摘しています。特別であるための武器として使っている限りその人は永遠に不幸を必要とすることになります。他者との比較ではない今の自分よりも前に進もうとすることにこそ価値があるのです。対人関係の軸に競争があると人は対人関係の悩みから不幸から逃れることはできません。他者全般を敵だとみなすようになります。他者の幸福を私の負けであるかのように捉え祝福できないのです。権力争いを挑まれた時は絶対に乗ってはならないのです。非を認めることは負けじゃない。人は対人関係の中で私は正しいのだと確信した瞬間すでに権力争いに足を踏み入れているのです。あなたが他者を敵だとみなしているのは人生の課題から逃げているからです。アドラー心理学では人間の行動面と心理面の在り方にかなりはっきりとした目標を掲げています。行動面の目標、自立すること、社会と調和して暮らせること。心理面の目標、私には能力があるという意識。人々は私の仲間であるという意識。核にあるのは対人関係です。他者の承認を求めず他者の期待も満たす必要はないという考え方は傍若無人に振る舞うということではありません。課題の分離という考え方を知る必要があります。あらゆる対人関係のトラブルは他者の課題に土足で踏み込むことによって起きるのです。子供が勉強しないのは子供の課題なのです。親はあなたのためを思ってという言葉を使います。しかし明らかに自分の目的を満たすために動いています。それを察知するから子供は反発するのです。放任主義を推奨するものではありません。勉強についてはそれが本人の課題であることを伝え、もし勉強したいと思った時にはいつでも援助する用意があることを伝えておく。頼まれもしないのにあれこれと口出ししてはいけないのです。馬を水辺に連れていくことはできても水を飲ませることはできない。自分を変えることができるのは自分しかいません。他者の課題には介入せず自分の課題には介入させない。他者からの評価を気にかけず他者から承認されないかもしれないというコストを支払わない限り自由になれない。幸せになる勇気には嫌われる勇気も含まれます。対人関係のゴールは共同体感覚。他者を仲間だとみなしそこに自分の居場所があると感じられることを共同体感覚と言います。共同体感覚とは幸せになる対人関係の在り方を考える重要な指標なのです。自己への執着を他者への関心に切り替えていくのです。私は世界の中心に君臨しているのではない。私は人生の主人公でありながらあくまで共同体の一員であり全体の一部なのです。私はこの人に何を与えられるのかを考えなければならない。人は感謝の言葉を聞いた時自らが
他者に貢献できたことを知ります。自分には価値があると思えた時だけ勇気が持てる。私は共同体にとって有益なのだと思えた時にこそ自らの価値を実感できる。仕事の本質は他者への貢献。他者貢献は私の価値を実感するためになされるものなのです。ユダヤの教えにはこんな話があります。10人の人がいるとそのうち1人はあなたを批判する、2人はあなたを受け入れる、7人はどちらでもない。この時あなたは誰に注目するか。ごく一部に焦点を当て、そこから世界全体を評価しようとしている。それは調和を変えたライフスタイルです。共同体感覚さえあれば他者からの承認はいりません。誰かの役に立てていると思えた時だけ自らの価値を実感することができます。人生とは連続する刹那です。計画的な人生など不可能なのです。目的地は存在しないのです。今ここにスポットライトを当てる。人生の意味はあなたが自分自身に与えたものだ。あなたを嫌う人がいても他者に貢献するのだという導きの星さえ見失わなければ迷うことはない。実践した人だけがたどり着ける場所があります。合言葉いきます。現状維持は衰退、早くやろう、たくさんやろう、人に優しく、仕事に厳しく。チャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。